今回はこれは後にブラックナイト強奪事件と呼ばれたに対するネットの反応を紹介します。劇場版シードのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。用意できたのはこれが精一杯です。テメイリンが言っていたわ。機体の納入先を偽装して横領した。設計図を取ってきたの？それとも機体そのもの？普通に納品されただけというクソヤバい可能性。各国にこれと同等の兵器が流通してるとか、あの世界だいぶ末法になるのでは。後にブラックナイト強奪事件と呼ばれた。後にメイリンは語る。自分たちの脱出を優先でモビルスーツの輸送は無人機だったので移送先偽装は簡単でした。向こうに代わりにユーラシアが移送中だった核ミサイルを起爆のタイミング合わせて送りつけてもよかったんですが、確実性に欠けるのでやめました。ガンダムシードといえば機体強奪だからな。機体強奪はシリーズのお家芸だからな。まあよく起きてたことだしな。今までは主人公側の勢力が強奪されてばかりだったから、劇場版ではこっちが強奪しますはありかもしれない。それと皆さんにはこのスマートキー渡しておきます。向こうの整備機材にバックドアを仕込んでおきました。キーを押すごとに一瞬相手機のモニターが真っ暗になります。ねえアスラン、メイリンさんってこんなにヤバい人だったの？結構無茶したんでうまく役立ててくださいね。あと少しでレクイエムも掌握しますから。メイリンだけで全てことが済むよね。もうあいつ一人でいいんじゃないかな。ザフトのタカハと組んでたからザフト経由で盗むチャンスありそうな気もする。情けないモビルスーツと戦って勝つ意味があるのか。ってシュラが技術を横流ししたんだよね。シュラ、シュア、ジャー。シュラめ、バカにして、そうやって人を見下すことしかしないんだ。こいつらがこっちにあるのに仕掛けてきたのか。ユカリン王国、コンパスを壊滅させたと思ったら格納庫が空になっていた恐怖。ノノ、ここにあった機体はどうしたのじゃ？え、搬送命令が出ていたので貨物船に乗せましたが。そんな命令出してないのじゃ。え、言うてこの機体アコードありきな設計だろうから持て余すんじゃなかろうか。設計的にはルドラがデスティニー、シバがインジェ、カルラがストフリだから普通に使いこなせると思う。アコードじゃないと使えないシステムとか何も積んでないし、強いて言うならカルラはパイロットがキラだけだとジグラーと使えないくらい。これを宙に輸送した機体が届いてなくてアコード困ってない？そりゃあ困ってるでしょうね。アルテミスの中で、どうしようってなってるし、アグネスの弦が最高戦力になってるまである。機体をザウートとすり替えておいた。宇宙には代わりにザウートを輸送。宇宙でどう使えってんだ。宇宙で溺れちゃう。ま、上位種ならザウートでも大丈夫でしょ。人類を導くアコード様だもんな。機体を襟好みなんかしないよな。ザウートもアコードも似たようなもんだしな。五感も似てるし、ザウートは息にしようね。アコードさんたち、あっちにはザウートを人数分送り込んでおきました。優秀すぎる。輸送機やコンテナの中身が空だと怪しまれるからな。ザウート入れておくのは正しい。よく考えたら敵陣営別陣営の新型奪ったり設計図奪うのし、いいじゃよくあることで悪くないのでは。言ってもそんなにないだろ。ストライク以外の GAT 前期とフリーダムジェスティスミーティアとインパルス以外のセカンドステージセイバーはいないと。あとは設計図レベルなら量産予定だった新型フリーダムとコンペレベルならドムとってくらいで。それだけ例があったらそれはもうよくあることでいいのでは。もうコズミックイラによくあるのはわかった。今までのパターンなら一気残っとるはずじゃろう。なんで変な戦車になっておるのじゃ。武器はこんなにかはできますよ。武器だけ無駄に多い戦車もどきで戦えるか。キラトラクス、カルラ、アスラン、シバ、シン、ルドラならちょうど良いな。明らかに3人の機体を参考にしてるからそりゃ相性良さげよな。シバだけ異常にピーキーすぎる。俺こんなのよりデスティニーがいいんですけど。
この赤いやつ大体ジャスティスじゃないですか。これこれ嫌です。それにはどうせアスランが乗るから大丈夫だよ。ホノルドラってモビルスーツなら巨大な剣持ってるよ。違うんすよ、デスティニーがいいんすよ。なんかこの機体の顔がミストバーンみたいだし、おっさんが乗れば良いんじゃないっすか。おっさんじゃない。おっさんはすでに暁と一緒に宇宙に上がってるのでいない。なんなら三人が大渕下にいるとき、ムーさんは遺書書いてるまである。新型のデスティニー任せたよ。はい。名前がデスティニーだったらええんか。令和最新さんバカだから機体強奪ぐらいしてもらわなきゃな。ブラックナイトスコードズボック。芝にズボックかぶせるのか。カルラにキラトラクス乗ったらオルフェの脳破壊がさらにひどくなる。これならプラウドディフェンダーわざわざ使わないでも済むかな。相手ザウートだしな。アコードとはいえ、あんまりすぎる戦力差だ。アコードは確かにコーディネーターを超えた存在かっこ超能力持ちなんだけど、実際ハイエンド特化型人類、ノイマン・フラガメイリンと比べてみると、こっちの方が化け物なんだよな。アコードは経験不足がな、これから化けたかもしれない。誰かが死んだ時混乱するとかも一度経験があれば学べるポイントだったろうな。独身能力持ち経験不足で負けがち。本来、そんだけ強い能力だからな。漫画とかでも扱いに困って早死にしたり、弱体化するのはよくある。スーパーコービのキラも才能もそうではあるけど、あのクソみてぇな経験とレベリングのおかげだよねこの強さ。追い詰められた時の粘りは無印時代の経験の賜物。シンもやたらハードな戦いばっかりだしな。スーパーコーディネーターのキラもちゃんと鍛えなきゃ才能開花しないからな。あくまで他の人より覚えやすいとか適性があるだけでやらないと凡人並みだ。視線をくぐり抜けたりいろいろ失ったアコードはどこまで化けるかわからんよな。アコードはアウラの育て方と秘密兵器扱いでの経験不足がもろに弱点になった形だから、かわいそうな存在ではあるけど、あそこで全滅してもらわないと、完全に味方になるんじゃなきゃ、この逆境を乗り越えてもっと厄介な敵になっていたかもしれん。映画本編のタイミングが唯一人類に倒せるギリギリのタイミングだったのかもしれないね。アコードに追い詰められた時の粘りを学習されたらなかなかヤバかった。ただの巣のスペックが高すぎて学べる機会ってのが少なそうなんだよね。それこそ二度の対戦の激戦区にでも放り込まないと。徹底的にキラたちのことを情報収集してメタローとしてたみたいだけど、キラの粘り強さとか、アスランの奥の手は取っておくタイプとか、そういうのは学習不足だったみたいだしな。言うてこの世界線だとザウート乗ってるので、アコードがどれだけ化け物でもアンサイドゲームなんですけどね。この窮地に覚醒する可能性があるな。確かにアコードたちが危機を感じながら戦いに挑むなんて初めてだろうし、シードが割れても不思議じゃない。キラたちがブラックナイトに乗ったせいで、アコードたちの方が主人公みたいになっちゃうじゃん。圧倒的性能差を覆すために持てる能力と知略を駆使するアコードたち。これはこれで強敵だな。オーブの地下にブラックナイトがあったら、デスレだったのに、アコードたちがザウートに乗ってたら、みたいなスレになっとる。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。